人にお金を出してもらう方法をお話しする前にお金とは何かを簡単にご説明しましょうお金は物々交換を実現する道具に過ぎません物々交換では取引をする二人がお互いに必要なものを適切な時と場所で持っている必要がありますこれを常に実現するのは複雑で難しいですがお金がこの問題を解決します お金は、公の会計簿のように、個人とコミュニティの関わりを記録します。経営者や従業員の視点で見ると、お金という架け橋が、今、提供したものやサービスと、将来消費するものやサービスをつなぎます。お金は素晴らしいツールですが、重要な3つのルールがあります。1。買い手の場合、相手もお金に価値があると考えている必要があります。2。 売り手の場合、商品やサービスを売った後、あなたのお金の価値は将来、物やサービスを誰から買うかに依存します。相手があなたのお金に見出す価値があなたのお金の価値です。3. お金に価値を見出すのは人間だけなので、取引相手がいなければ価値はありません。 つまり、お金持ちになる究極の鍵は安心して取引できるだけでなく、長期的な関係を築き、信頼できる誠実な人たちに囲まれることです。この考え方の詳しい説明は、下の前回の動画へのリンクを参照ください。基本が理解できたところで、なぜ人はお金をくれるのか、物々交換は相手が望むものやサービスをお互いが適切な時間と場所で持っていることが前提条件でした。 お金があれば商品やサービスを売る人がお客が希望する時間や場所を叶えられます。つまり売り手はお客が欲しいものを欲しい時に欲しい場所に置いておけばお金になります。この方程式に時間と場所が含まれるのは取引をする上で重要な要素だからです。一般的な考えに反し、労働者であるための労働に価値はありません。 仕事や労働だけ提供しても喜んでお金を払ってくれるとは限らないからです。例えば、誰も望まない場所に穴を掘っても大変な仕事ですが、誰も必要とせずお金も払いません。お金を引き寄せるのは実践した労働の社会的背景です。人は自分の生活に価値をもたらすものやサービスにしかお金を払おうとしません。例えば、あなたの車は家の外に泊まっています。 そこに誰かが来て何も言わずにタイヤをすべて外しタイヤを戻すためのお金を払えと言われますタイヤを外すのは労働ですがあなたは望んでいませんお金を払いますかではショップに車を持ち込んですり減ってしまったタイヤを交換する場合と比較してみましょうあなたが望むものなので喜んでお金を払いますよね また、人の首を刺すのは労働ですが、暗い路地で防寒にいきなり首を刺された人。お金を払って首の腫瘍を取る手術を受けた人では、話が異なります。お金を持つことは、お客の人生に貢献したことを社会的に証明し、コミュニティを背景とする中で、個人の貢献を示す公的な記録でもあります。 つまりある意味、お客が所属するコミュニティが認めたお金という形あるものを所有することで、そのコミュニティに貢献したと見なされるのです。言い換えれば、あなたが持つそのお金は、あなたが貢献していることの証であり、将来的にはそのお金という形あるものを認めるコミュニティのメンバーから商品やサービスを受けられるということです。人は自分に価値あるものやサービスにしかお金を払わないことを考えると、 4つのアプローチ方法があります。1人が求めるものを知りそれを提供する2顧客となる可能性がある人の購入意欲を高めるよう製品やサービスを認知させる3自分の興味や関心を育み能力を身につけあなたが作り上げたものやサービスを提供することで収入を得る4 自分が望む社会の方向性を考え、それを実現するためのものやサービスを意図的に販売し、社会をあなたが思う方向に導く。今回の動画で注目したいのは、興味に基づいた自己啓発の部分です。この図では、現実世界を3つの円で表し、互いに重なり合う領域があります。この円は、自然のままの行為や文明化された現実、仮想現実。自宅を想像してください。 そこはかつて森や雲の地で危険な動物や虫、疫病で溢れていたかもしれません。そこに人がやってきて開拓し、農場、道路、橋、家を作ります。荒れた土地を物理学、生物学、化学、工学などの知識と経験で改善します。そして、コミュニティが徐々に確立されると、人と人との間、外部の人との間でも秩序ある行動が求められます。 そのため、国や人の間で契約や司法、外交が確立されます。次に、ネットの仮想領域や物理的な資産や道具のデジタル化によって文明が改善されます。これにより、情報交換、流通、相互作用の新しい方法がもたらされ、それが文明のあらゆる活動を活性化させます。 これがそれぞれの領域の一般的な概要ですが私がお話ししたいのは誰もがこの3つの領域に興味スキル能力才能を持っていてそれぞれの領域の力の組み合わせが独自の経済力を築き上げることです。私はこの現象をマルチポテンスと呼んでいます。 個人の成長という意味で、あなた自身は天から一握りの神秘的で多様な種を与えられた農夫であり、土地を耕すように任命されたと考えるべきです。体は耕すべき土地であり、種は隠れた興味、能力、才能を発見し、実らせるために生涯をかけて育てる必要があります。 あなたの旅は、種をまくことから始まり、時間をかけて育て、成長させ、どんな実を結ぶのかを発見し、最後にその実を世界に伝えることです。果実は、あなたが生み出す商品やサービスです。自分の農園で採れた果物が販売されると、社会に貢献することになります。この道のりが楽しく魅力的なのは、自分が興味を持つ3つの領域を追求しているからです。 あなた独自の関心と能力は、歴史が展開するように渦巻く機会の中で、社会に欠けたパズルのピースを埋めます。素晴らしいですよね。より多くの人が能力を高め、社会に貢献するようになると、今度は他の人がそれぞれの能力を発揮する機会が増え、さらに多くの人に機会が与えられるようになります。これは加速度的な連鎖と言えます。 例えばそれぞれ、インターネット、マイク、動画編集ソフトを作った人たちがいて、そのすべてを組み合わせて、今、このメッセージを伝えられるのです。これが、人が社会に貢献する機会を増やします。日常生活での行動は、他の人への波及効果があり、生きるための行動は、周りの人に影響を与えます。そもそも、買うものがなければ、お金に意味はありません。 したがって社会で真の価値があるものはお金ではなく信頼できる人が持ち寄り取引し提供するものやサービスです。本来真の価値とは頼れる人使える人使えられる人であり時とともに相互作用によって互いの知識が深まりあらゆる試練に耐え最後まで愛によって支えられた友情が形成されることです。 紙幣は常に流通していますがそれとは対照的に信頼でき熟練したやる気のある人は常に不足していますだからこそ自分自身を経済力のある人間に育てようとする努力は社会の中で大きな利点と特権を与えスキル才能を向上させあなたを豊かにしますしかしそれを邪魔するものがありますそれは他人を利用したり犠牲にする暗い風潮です そういった行為が社会の信頼を低下させ、多くの問題を引き起こすきっかけとなります。私たちの住む世界には困難がつきまとい、それは死や危険、病気が蔓延する荒野に見られます。生き残るにはチームとして環境に服従するか、環境に支配されるか、互いに支配し合うかです。 死を恐れ、自由を失った人たちは征服され、支配される可能性があります。言いなりになっていることの証しや兆しの一つは、自分のアイデンティティや価値を生計を立てる手段に結びつけていることです。これが外的要因や力によってコントロールされるバックドアです。それは奴隷の証でもあります。生きる手段こそがアイデンティティであり、生きる理由なので、生きる手段のためなら、 謹慎なことや悪いことをせずにいる手はありません。知ってか知らずか、他人を犠牲にする行為に巻き込まれることで起こる混乱は、人による人への復讐である、先制政治の良い口実となるでしょう。混乱は暴君が奴隷に対する要求を正当化する手段であり、権力の座をさらに確実にするためなら、混乱を起こさない手はありません。 さらに言えば、美徳と貢献能力に劣る人たちに服従し、奴隷にされているので、つまり、人だけでなく、環境にも奴隷にされていると言えます。この状況で想定されるのは、死、病気、後輩です。しかし、恐れることはありません。すべてを解決する方法があります。 すべての人の中にはスロットがあり、そこには日々、人が善と悪を定義する際に使用する手段を格納しています。それは、賢明な哲学者の教えであったり、総意に富んだ書物、気高い王様の命令、あるいは過去の経験やトラウマ、脅迫に従うこと、暴君が制定した法令。 あるいは、そのすべてと他のものが混ざり合い、全額の定義に使われるスロットに入る特権を得ようと奮闘します。皆さん、私は見つけました。それは、このスロットを埋める完璧なシステムです。人が人を犠牲にする問題を解決するには、まず、統治のための法の確立から始めなければなりません。法の数は多く、私は2年ほどかけて分かりやすく分類しました。下にリンクを掲載しておきます。 しかし、法律の問題点は、伝達方法を言語に依存していることで、言語は不正や抑圧の目的で改変される可能性があります。聖書に書かれているように、宇宙の創造主、ヤハウェは、全人類を救済するために、ユダヤ人という小さな部族から始めました。 ヤハウェは奴隷にされていたユダヤ人をエジプト人から強大な力と奇跡を持って救い出し、王である自分に従うよう命じます。そして国を作るための青自身として忠実に守れば滅びない法律を与えます。しかし誰も聞いたことのない曲の譜面を想像してください。作曲者が意図した通りのトーンや感情でその曲を演奏できるでしょうか。 では、この楽譜を音符の読み方を知らない人に渡すとどううでしょうか。音符の読み方も知らない人たちが作曲者の意図した通りに演奏できるでしょうか。こうやって物事が進みます。幾度となくユダヤ人はヤハウェの法に背き、幾度となく他国の冷属下に置かれます。最初はバビロニア人、次にペルシャ人、最後にローマ人が支配しました。 そしてこのローマ帝国の時代に悪に染まっていない完璧な人が使わされましたイエスはユダヤ人を奴隷状態から解放するためにヤハウェの法に従う方法を教えますイエスはヤハウェの法に従う方法を言葉で教えるだけでなく人が見て経験できるようヤハウェの法を実践して教えます しかし、ヤハウェの法律に詳しいユダヤ人のエリートは法を利用してイエスを処刑する口実を作ります。社会的な地位や権力を失うことを恐れたためです。処刑後、ヤハウェがイエスを承認している証拠、私たちの全員の証しとして復活しました。私たち自身ががイエスに従うことこことととそ、ヤハウェ望んででいることであるあ言えます。 私たちがそれぞれの立場でイエスを王の中の王、主の中の主としたとき、イエスは人生で善と悪を定義するヤハウェの法則の背後にある指導原理を理解する手段となります。このようにして愛する王への愛によってこの地に天の国が築かれるのです。この王国は永遠に続きます。 世界の権力はすべて階層的な構造を持ち、常にトップに立つのはエリートです。力を維持する者が中央にいて、残りの人は下で抑圧されます。イエスの王国は違います。民のために血を流し、命を捧げたしもべが王だからです。イエスを権力の座に留める取り巻きは必要なく、王国の人の間では強者は弱者のしもべです。 世界ののトップダウン型のシステムとは逆です。私たちが知る政治問題を解決するのはこのメカニズムです2000年前王イエスが現れ王国を継承し殺された後に復活言葉と実践によって全世界にその教えを伝えるようにと具体的に指示しましたそしてこの世を去り聖霊を送り王としての指示を具体化しました その指示には、すべての戒めの言葉に常に従うこと、裁きを下すために、このように突然戻るため、その準備をしておくことが含まれています。このようなことは、世界にはありません。一見、直感に反することのように思えますが、実践すると、王は不在ですが、いつでも戻ってこられる、地上の君主制のようなものです。 物質的には分散化されていますが、非物質的には中央集権化されていて、政令を通して王と直接つながり、王国の仕事を行います。官僚や司祭などの第三者は必要としません。みんなが自分の意思でこれを行えば、次のことが起こるでしょう。1、私たちが知る政治は過去のものとなる。2、私たちが知る政府は過去のものとなる。3. 私たちが知る階層システムは過去のものとなる。4. すべての人が平和に暮らせるようになる。これは他人の幸せを優先し、心に刻まれた神の法に支配されるからです。5. 世界は見違えるようになり、生活、技術、知識、すべての分野で絶え間ない進歩を遂げます。 天の王国が大地に広がる一方で、世界の邪悪な先制君主が自らの仕組みが壊されるのを黙って見ているわけがありません。励ましとしてイエスはこう言いました。彼らはあなたを苦難にさらし、殺し、私の名のためにあらゆる国から憎まれ、多くの人が腹を立て、互いに裏切り、憎み合うようになります。 その時多くの偽の預言者が現れ人を欺きます。不法にあふれ愛が冷ややかになるからです。しかし耐え忍ぶ者は救われます。そしてこの王国の福音はすべての国の証人として全世界で伝えられその後終わりがきます。覚えておいてください。死を恐れ自由を失った人は服従させられ支配されるのです。 キリストに従うことで美徳を実践し、世界の果てまでその愛を広めるため、その命令に従うことを受け入れました。イエスに従うことで、正しいことや良い行いのために避けられないし、苦難、迫害を受け入れました。このように、私たちの自由と死は永遠の真の愛のために捧げられ、その代わりに命を得ます。 使徒は文章を始めるための句点でしかありません。復活を覚えていてください。誰もがいつかは死にますが、その時に残す物語が大切です。さあ、これが自由への鍵です。手に入れましょう。サーリスト、ロシアでの興味深いお話があります。役人が農民の反乱を鎮めるためにある村にやってきました。 彼は棒を持ってくるように命じ、農民全員を納屋に集めて、一緒に中に閉じこもります。役人は叫んだり脅したりして、農民たちを恐怖に陥れ、役人の命令で農民は棒で叩き合いを始めます。叩き合いは続きますが、村人の一人が我に帰り、こう叫びます。叩き合いをやめろ ベラビは正気に戻り、叩き合いをやめ、それを見た役人はナヤから逃げ出します。レオ・トルストイのこの話のリンクは説明欄にあります。今とこれからのために覚えておいてください。分裂と征服はエリートが奴隷を従わせるために使う上等手段です。エリート層は数が少ないので奴隷一人一人を抑圧できません。 そのため、奴隷の間に分裂を引き起こす争いを生み出し、互いに押し付け合い、無意味に殴り合うように仕向けることがより効率的なのです。そしてエリート層はタイミングを見計らい、自分たちが密かに起こした混乱への解決策を持ち出して、支配をさらに強めます。これは、表裏一体ですお。イエスの言葉を覚えていていい。ください 諸国の王は支配権を行使し権限を持つ者は恩人と呼ばれるしかし皆さんは違いますむしろもっと偉大な者が若年者に指導者が使えるものになりましょう食卓に座る人と使える人とではどちらが偉いでしょうか私は使えるものとして存在します そして、互いに使えることが命令なら、私たちの違いは互いに愛の中で使えることで和らぐのではないでしょうか。目を覚まし、この解毒剤を飲みましょう。お役に立てれば幸いです。ご質問はコメント欄にご記入ください。この動画がお役に立てたなら、いいねやシェア、チャンネル登録をお願いします。ではまた。